いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんばんは、中空の岡田です。今日は、外は雨が降っています。で、その雨降りの日なんですけど、お店に竹森さんっていう、漆芸作家の方が来られてるんで、ちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってます。よろしくお願いします、竹森さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日めちゃめちゃさっき土砂降りの雨やったんやけど、まだ梅雨明けしてないみたいで、移動大丈夫？どうやってここまで？ここまでは歩いてきました、うん、歩いて、あ、もうちょっと自転車無理やな近いんで。あ、近いんや、はい、うん、は土砂降りやったんで、なんかお客さんが雨宿りにいっぱいさっき入ってきとって、うん、で土砂降りでお客さんがバッと入ってきたんやけど、うん、雨が止んだ隙にみんな帰っていくというねちょっとなんかこう友達帰ったと寂しいみたいな感じに今なっとんやけど、ちょっと待って、俺今漆芸作家って言ったけど、あっとんかな？漆芸作家であってます。あっとる、大丈夫。で、漆芸作家なんやけど、はい、竹森さんなんやんか、はい、やけど、あの漆芸ってその聞いたことある人とか、うんうん、知ってる人は、はいはい漆芸ねってなるんやけど、うんうんうん、そもそもどうかな、幅広い意味で一般の人に漆芸って言って分からん人もおるかな。いや、かなり分からん。あ、かなり分からんかな。だいたい8割方陶芸作家やと思われる。そうかそうか、漆芸って聞いてピンとあの塗り物やってくる人が少ない。ほぼ香川の人でもほぼなんか、あ、漆芸ねってあの粘土こねるジェスチャーこれ一応やっぱりちょっと違うって途中であれやろ一応あの全然陶芸は全くできないんで、あの漆塗りですって言い直す、うんうん、言い直すよな、なるほどなけどちょっとあれやな、そうですそうです、あのこねるやつですって言って悪塗りして合わせるっていういたずらもできるね、うん、確かに、うん、今度やってみようかで、まあ漆芸の人、俺は漆芸も好きなんやけど、まあ、なんでかって言ったら、あの高校が高松工芸高校の漆芸科卒業で、俺自身が、うん、でまあ漆芸、要は漆塗るんも好きやし、そのものもあの漆器自体もすごい好きで、で最近だったらそういう、重箱とかお盆とか、うん、そういうもう今はあんまりこう使われんようになったものじゃなくて、うん、新しいものを作ってる人と話したいなとほんま思っとって、うん、でこの前もその竹森さんのギャラリー、はい、水面っていうアルファベットやな、あれアルファベットで、アルファベットで水面やね、はい、あ、なんか名前の由来みたいなのあるんかな。私ともう一人、うん、水原ゆかちゃんっていう、水原ゆかさん、はいはい、写真家の子と一緒にやっていて、うんうん、で、あ、2人で、2人で、うんうん、2人で運営してて、なるほど、うん、で、まあそのお店を作るってなって、うん、じゃあ場所の名前を考えようってなって、うん、はいはいはい、2人でいろいろ考えてる時に、はいはい、結構早い段階から、うん、その水にちなんだ、海とか水にちなんだ名前にしようっていうのはもうかなり早い段階から決まっていて、あ、なるほど。で、それがその、もともと個人的にこう、うん、個人として活動してた時から、うん、お互いそういう水とか光とかをモチーフにしたような作品っていうのが多くて、そうなんや。で、私ももともとはさざ波漆器っていう名前で、ね、まあ、アクセサリー作ったり、はい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 、器作ったりして出してたんで、はい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 、なんかそういうので、はい、まあ、瀬戸内海やし、香川高松でやるってなって、なるほど、まあ、海的な、水的な名前にしようっていうところから始まって、なるほど、まあ、案を出
して決めていったんで、はい、じゃあ水原由香さんも、はい、まあ、元々そういう水みたいな関連してる作品だったんかな、多かったんかな、その、まあ、海の写真だったりとか、うん、あったよねギャラリーにね、写真ね、波の、確かにね、あ、ほんで水面ってあれか、水面の水面っていうことか、そっか、なんか水面っていう言葉の響きもなんかええな、ええし、そのイメージもええな、なんかな、はあ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 、そういうことやったんやな、うん、そういうことなんです。あれ3回やったかな、3回、4回ですね、あ、4回か、はい、ちょっと場所がだいぶ分かりづらいんですけど、自宅っていう素敵なお店が入ってる、はい、大好きなお店のそのさらに上の上です、上やな、そうかそうか、前ヨムスっていう古本屋が入ってた、そうです、ヨムスさんの時からお店には遊びに行ってて、ヨムスさんが移転するってなって、はいはいはい、はい、で、まあ、この場所が開くっていうのを聞いて、じゃあこの場所借りたいですっていうので、じゃあその前からちょっとあれやな、気に入った場所だったんやな、そうなんですよ、ヨムスさんの時も行ってたし、うん、自宅さんの時も行ってたしっていうの、そのビル自体がもともと好きやったんで、 あの辺が、はい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 、ええ感じよね、確かに、ね、好きなところに収まれたっていうのでかなり嬉しい感じでした。ほんで正直中空ラジオ YouTube でアップションやけど、どんな人が聞きよるか実はあんまり俺把握してなくて言ってくれる人は当然わかるんやけど、聞いてますよって、だけどインターネットなんで、うん、誰どういう人が聞いてくれるかわからんくて、うん、さっきの竹森さん調べによる8割の人が失芸って言ったら、はい、あの土をこねるやつやと思っとると仮定したら、はい、まあ、一応俺も失芸会卒業なんで、うん、みんなに間違っとったら言うてな、俺あんま勉強してなかったけど間違っとる可能性多いにあるんやけど、漆塗りっていうの、漆芸っていうのは、まあ、漆っていう漢字に芸術の芸で漆芸、そうですやな、はい、漆器の質に、そうやな、漆器の質やな、はい、で漆っていうのはまず漆の木っていうものがあって、あって、はい、その樹液みたいなもんやな、そういうことですな、漆の木から出た漆の樹液が漆っていう塗料、そうやな、塗料になるな、はい、でそれを塗ったものが漆器ってことやな、ううこ、はい、これでみんななんとなく分かってくれたかな、うん、で、もう間違ってたよってなあの俺の頭の中に俺が思い込んでることは一つは、まあすごい硬い塗料だと、はい、塗って固まった時には、うんうんうん、俺先生がな大げさに言ったんかもしれんけど、アロンアルファの10倍とか100倍とかなんか言った気がするんよ、その接合力が、うん、であとはその要は例えばお茶碗とか漆器使えば、殺菌作用があるって言われてて、はい、だからおせちの重箱は理にかなっとって、うん、漆塗りのものを使えばやっぱりこう傷みにくいというかね、うん、で、頑丈であり殺菌作用があり見た目に美しく、しかも、香川みたいな、多湿湿度が高いところだと、うん、まあ、はい、特にこう食品が傷みにくくなる、でそこに生えとる、実際に生えとる漆の木から取れる樹液ってことで、はい、もう全部が理にかなっとるなと、学校行きながら思ったんやけど、竹、うん、森さんはけどその、何県出身？兵庫県、あ、兵庫県な、兵庫県出身で、はい、で、まあ、日本で言ったら香川と石川県の輪島が、はい、二大漆芸、の有名な場所やけど、ね、はい、兵庫やったらあんまりこう漆芸が、あんまり全然ないですね、やってる人はまあいるけど産地として、そうよね、なんとか漆器とかなんとか塗りみたいなのは多分ないよね、あんまり聞かないですね、知らないだけかもしれないけど、あ、ほんで竹森さんが香川の漆芸研究所に入ってたけど、はい、なんかそもそもその漆芸にやろうかなとか思ったきっかけみたいなのあるんかな、きっかけは、うん、でも本当に高校までは全然普通科の高校で、うん、あ、普通科、普通科で、はいはい、卒業した後に、うん、まあその
自分がこう何をしようかな将来みたいな、うんうんうん、どうしていこうかなっていうのを考えた時に、うん、まあいろいろ考えて、うん、いろんな道をちょっと考えたけど、うん、まあ、手に職というか、うん、なんかこう技術を身につけたいなと思って、はいはい、手に職ね、手に職というか、うんうんうん、まあそんな、なんて言うんだろうな、特技があった方が強いなみたいな感じの、わかる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 、こう一点特化型で行こうと、わかるわかる、思って、うんうん、こうでまあそれでもいろいろあるじゃないですか、うんうん、別に一芸を極めるにしてもいろいろある中で、そうやね、まあ漆がかっこいいなと思って、うん、ほー、まあ、かっこええよ確かに、うん、漆をできる人ってめっちゃかっこいいやんと思って、かっこいいね、まあじゃあか、うん、なんかそれになろうと思って、なるほど、もうめちゃくちゃだからシンプルに、うん、嬉しい、塗りできる人かっこいいっていう憧れから、かっこいいよね、わかるわかる、うん、でそ何歳の時にその漆芸研究所を、20歳の時、19の時にそう思って、あ、まあ、その翌年20歳でこっちに受験してこっちに来てっていう感じ、うん、そうかそうか、あれ受験してないかもな、一応はい、あのがっつりちゃんと、そうよね、デッサンと面接と小論文があります、あ、小論文まであって、まあ、そんなめちゃくちゃこう硬い難しい感じではないんですけど、一応試験としてはあります、ね、そうか、漆芸研究所何年間行った、4年間行きました、あ、4年間な、うん、そっから4年間か、で俺もあの漆芸といえば、俺工芸の漆芸家はあの普通科じゃないんで、うんうん、ほぼ普通の勉強してないというか少なくて、で実習の時間がやっぱ多くて、あの、まあ、作業してる時間が多いんやけど、俺が最初に衝撃受けたのは乾くも遅いってことなんよ、乾くも遅いと思って、ほんまにそうですね、でこれ漆のこと知らん人がほとんどやと思うんで、うん、みんなびっくりすると思うけど、湿度がないと乾かんだよな、そうなんですよ、漆って、そう、俺はぁと思って、乾燥して湿度の低いとこでバキバキに早く乾くんかと思ったら、湿度がないと乾かんって言って、そうなんですよ、何そのすごいすごいその仕組みと思って、だからあの室だったっけな、室っていう室内の室漢字一文字で室っていう木の箱みたいなのがあって、そこに霧を吹いて強制的に湿度を上げて乾かすのな、そうです、でだから授業で塗ってもその乾き具合による、よる、待ってどれぐらいで乾いてっけ、1日で乾く、まあまあまあ1日ものにもよるけど1日で乾くから、今日塗ったら明日まで触れん、うんうん、そうなんよな、そうなんよ、しかもその湿度のコントロール度合いによっては、うん、やりすぎたら縮むし、そうなんよ、やらなすぎたら乾かんし、そうなんよ、早く乾きすぎたら色悪くなるし、そうなんよ、これが結構みんなおそらくわからない、うん、漆芸やったことの人わからない、うんうん、難しさ、うんうん、そこが一番の難しいポイントかもしれない、うん、そうなんよ、今日みたいな湿度が高い日だったら、もしかしたらその辺にほったらかしちゃっても乾く、あ、多分今日みたいな雨降ってるようなこの梅雨時なんかは別に室に入れんくても、うんうん、まあ、物自体は乾きますね、そうよね、はい、そうよね、そうなんよ、でだから漆の樹液の中にいる成分が水分と結合した時に固まる何か仕組みなんやろな、そういうことです、うん、酵素みたいな、なんか湿度と温度で、うん、なんかウルシオールっていう成分が、あ、へえ、反応して硬化するから、その、なるほど、水気が飛んで乾燥するんじゃなくって、はい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 、はい、ウルシオールが反応して硬化するっていう化学変化みたいな感じで、そもそもだから乾くという言葉が、そう、ちょっとそれによって誤解を受けるというか、そうか、違うんか、そう、硬化するって感じです、なるほど、酸化して硬化するみたいな、言っていこう、乾くって言ったら水分が抜けるイメージだけど、うんうん、酸化して硬化するって感じです、酸化して硬化するやん、はい、なんかその言葉として合ってるのか分かんないですけど、いや、そっちの方が合っとるやん、イメージとしてはそういう感じ、うん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 、うわ、それちょっと言っていこう、硬化するんよな、うんうん、でしかもその
こう触れる程度に乾くのは、まあ、1日やったら乾くんですけど、うん、そのしっかり完全に硬化してるわけじゃないんで、そっからもまたどん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 こう硬化は進んでいって、かなり時間もかかるものでもあるんで、難しいところですね。でその漆、まあ、1日1回塗って、まあ、湿度のコントロールしながら乾かして、うん、で研ぎます。研ぎます。切ってる人分からんと思うけど、塗られた塗料は表面がデコボコしとんで、うんうんうん、それを平らにするために研ぎます。研ぎます。で何で研ぐかって言ったら炭とか砥石とか、砥石な、まあ、紙やすりとか、紙やすりとかな、うん、大雑把に研いだ後に、完全にツルツルに研ぐために、そうそう、炭を水で濡らしながら研ぐな。炭で研ぐの結構知らない人に言ったら衝撃だ。あ、衝撃やろな、うん、炭もだからすり減るんやけど、炭もすり減る、相手の漆もすり減って、そうそう、綺麗に表面がツルッとなるんや。めちゃくちゃ綺麗になります。なるんよな、めちゃめちゃツルツルになるんよ、うん、でその時にみんながイメージする、光沢が出るかな、出てくるんやな。炭でこう研いで、うん、またもっと細かい砥石で研いで、 そこにまた漆をすり込んで乾かして、 そうやね、でそれをまた油とかで磨いて、あ、やったな、うん、そうやそうや、油でな、それを何回か繰り返し、漆をすり込んで、うん、油と、うん、なんか研ぐためのなんか粉みたいな、はいはいはい、磨き粉みたいな、ちょっと磨き粉をつけて油でこう磨いて、手で磨いて、また漆をすり込んでを何回か繰り返して、あのピカピカの表面加工になるんよな。そうなんよ。だから10回塗る言うたって、うん、その作業を10回するってことやからすごいことなんよな。塗って研いで塗って塗って研いで10回して、最後にその磨き上げるこう工程をしてピカピカになる。そうなんよな、うん、だからすごい手間がかかっとんよ、うん、だけど出来上がったもんは、あ、俺家湿気か入って家で味噌汁飲む時に漆塗りのちょっと使ってたんやけど、うんうん、やっぱ毎日ガンガン使ったら色はげてきて、うん、かっこよくなるんよ。あ、めちゃめちゃかっこよくなるんよ。だから漆って俺ガンガン使った時に良くなるという魅力もあるなと思って、うん、ありますね、うん、だから漆塗りって言ったらみんなちょっと高級品やと思ってしまい込んだりするけど、うん、まあ、そっちの方向もあると思うけど、そのまま保つという方法もあるけど、ガンガン日常的に使ってかっこよくなっていったり馴染んできたり、まあ、なんせ、殺菌作用もあるし、だそういうのもありかなと思うけど、うん、私もどっちかというと全然ガンガン使ってほしい派です。あ、そうよな、やっぱりな、自分が作ったものもなんかもったいないよな、うんうん、でこの前みんなもそのギャラリー見に行ったら、やっぱ単純に俺ええなと思ったのはアクセサリーになってるってこと。俺やっぱ高校の時はもう誰が使うのやというようなお盆とかあの花瓶とかさ、こんな似合う家あるかと思ってさ、うんうんうん、だけどやっぱりあれから俺も20年以上経ったんやけどさ、素敵やなと思って、ピアス、ピアスあれ、プラスチック塗ったんだっけ、アクリル板になってる分ですね。アクリル板に塗ってるやつとか素敵やな思って、アクリル板の裏から漆を塗って、うん、そのアクリル越しにその漆の色が見えるみたいなやつですね。あれとかすごい良かったし、ブローチとして使えるのかな、うん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 、ブローチとかピアスとか、うん、あれはその漆芸研究所の時の、うん、1個後輩の人が作ってるやつで、あ、そうなんや。自分のやつだけじゃなくて、うん、こう自分の漆芸研究所の時の、うん、まあ、同期とか、うん、ちょっと先輩とか後輩とかの、うん、まあ、比較的世代の近い若手の人のものを、うん、全部いろいろ置いてるっていう感じで。なるほど、これ素敵なんよこれ、うん、あ、インスタグラムが
あって、みなもギャラリーのインスタグラムもあるし、竹森さんの個人のもあるよね。あります。インスタグラムがね、そこに今そこのインスタグラムも今開いてるんですけど、これええー、な、綺麗やな、うん。しかもその色とかもちょっと今までの漆のイメージとも違うじゃないですか。これ漆の色じゃないよな、確かにな。けど綺麗やね、これ、うんうんうん。やっぱその漆のイメージってみんな黒。うん、赤で黒赤な金色みたいなのがやっぱり根強いんで、うんうん、でも結構最近の漆っていろんな色出せるんですよっていう感じがすごいよ。この淡いブルーなんやけど、うんうんうん、これはけど淡いブルーなんやけど漆やな、漆である理由もちゃんと色にあって、うんうん、これがすごいなと思ったよな。うーん、まに素敵やわ。これインスタグラムみたいなあれやな、コーヒー&アートっていうイベントも、やってたな。出ます、はい。これも素敵やね。水面では一応カフェ営業もできるようになってるんで、まあ、自分が作った漆器で飲み物出したりとかも、うんうん、やっぱ使ってもらいたいなっていうのがあるんで、うんうん、あ、そっか、これ、いつだったかな、これ2019年やけど、ちょいあ、でそので井上くんって井上直人くんってコーヒーを入れてる方に来てもらって、うんうんうん、井上くんのコーヒーを出したりとかね。これあ、もしあ、ここにあるけど、あの漆のこうカップもな、カップも、はい、カップで飲んでもらったりとかもしてますね。あれも手に取ってみたけど、ええー、なあ、なんかああいうデザインやったらなんか使えるな、日常に、うん、でガンガン使いたいな、うん、うーんと思ったら、でもガンガン使ってもらいたいんで、結構傷とかがつきにくい感じの、ま、塗りの仕上げにしてみたりとかして、あ、なるほど、ま、ピカピカに磨き上げたら、はいはいはい、やっぱちょっと傷とかが気になるから、そうやな、マットな感じに仕上げてみたりとかして、なるほどなるほどなるほど、あー、なるほど、そうやったな、うん、ガンガン使って、うん、そんなにこう、うん、めちゃくちゃな高級品をこう使ってこう毎日こうな磨き上げてとかこう綺麗に拭き上げてとかするような、まあそれもいいけど、やっぱそれを家でするのはちょっとこう面倒になったりもする。自分がちょっとそういうのをできないタイプなんで、いやいや、わかるよ、そうよな、普通にこう使ってポンって置いてても大丈夫な感じにしたいなと思って。そうやね、ダン君なんかお酒、竹森さんに ありがとうございます。お酒が好きな竹森さんです。同じやつをじゃあ、はい、お酒、毎日、いや、毎日ではないんですけど、まあまあ、まあまあ、飲むのは好きですね。まあまあね、いいよね、お酒、あ、ちょっと待ってよ、お酒と漆器ってなんか合うん、あるんかな、そういう組み合わせ、ないか。でもあんまりないけど、グラスやもんな、お酒。でも、まあまあ合うでしょうね。なあ、なんか漆器でお酒、なんかちょっと今度やってみようかな。ぜひ。やっぱその漆塗りって、うん、私はやっぱりそのこう口に当たるものが一番なんか、あ、言ってたね、そこが大伝わるというか、まあ、自分が一番感動したのがそこだったんで、それをやっぱみんな体験してほしいなっていう、な、うん、なんか目で見てとか手で触ってよりも、うん、こうカップとかでこう口にこう当たる瞬間に一番なんか、うわ、漆のなんか感触こうなんかいいなって思えるなと思ったんで、うまいね、確かにね。でちょうど今ラジオなんで見えんのやけど、これ講義の時に谷野先生が、うん、太田先生っていう谷野先生だったんやけど、この太田先生が塗った、うんうん、コーヒーカップ、今竹森さんがコーヒー飲むんやけど、まあ、これも確かにその、うーん、 口に当たるところに漆塗っとったらね、またそういう感度もあったよね、うんうんうん、確かにね。これはこの、うん、このなんて言ったらいいか、なんて言ったらいいかな、この部分に漆が、このカップの形自身に結構ボコボコした凹凸があって、うん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 、で先に赤い色を塗って、その上に黒い漆を塗って後から研いだもんやから、うんうん、凹凸のこう山になっとる部分がボコッとなっとるから、そこが、うん、元の形の、そう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 、でこぼこの形に漆の色が出てきて、ね、っていう、うん、
これなんか、まあ、お決まりというか王道のやり方なんやろうけど、うん、なんかやっぱええなと思うな、うん、こういうの。いや、やっぱ綺麗ですね、うん、赤と黒のね、うんうん、そうやな。あと、あ、そうそう、そのマニアックな話になってもあれやけど、あの漆芸の技法でさ、はい、これ授業で習ったんやけど、有名なんが金馬、金馬、金馬な、金馬、金馬っていう漢字に二文字じゃないけど、もう普通の人絶対読めんのやけど、読めんし、うん、最初なんて入力して変換したら出るんやと思ってあれ出んか、あれ金馬では出んのですよ。出んのや。出ないですね。あ、そう、金馬出んのやな。出ないです、出ないです、変換。あれね、こんにゃくと醤油のはい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 、1文字ずつをこう、こんにゃくって打って消して、醤油って打って消して並べたら、あれで金馬と読むんですよ、確か。うわー、面白いなそれあの皆さん、金馬と検索しても出ませんので、こんにゃくという漢字と醤油という漢字を、1文字ずつ借りて、スマホで打ち込んでちょっと検索してみてください。金馬、こう技法があります。これね、こんにゃくの、あ、ほんまや、こんにゃくや、こんにゃくのこんと醤油のしょうかな、ほんまやな、それで金馬かうん、なるほどな。で、金馬も習ったし、あと俺、五島塗り、五島塗り、五島塗り、これ香川県の漆芸の、だったかなですね。赤と、うん、飴色のこう、うん、まだらみたいな、こう、そうやね、濃淡のある感じの仕上げのやつですね。そうやね。え、あと何かあったっけ、金馬、五島塗り、あ、ゾンセ、ゾンセ、あ、ゾンセ先に出てくるの嬉しいですね。ゾンセどんなんやったっけ。ゾンセは、うん、漆でこう塗ってあるところに、うん、色漆で、うん、まあ、色漆じゃなくてもいいのかな、漆でこう筆で絵を描いて、うん、模様を作って、あと沈金剣っていう細かい毛彫りみたいな感じで、沈金彫刻を施したところに金を埋め込んで細かいデザインをつけてっていう、はいはいはい、漆絵と沈金の合体でデザインをつけるっていうのがゾンセです。そうや、そうや、私はその漆芸研究所でゾンセを専攻してたので、うん、あ、そうなん、そうなんです。じゃあもうメインでやってたことや、ゾンセ、はい、はあ、一応全部技術としてはまあ習ったんで、うん、まあ、一応はできるけど、うん、まあ、ゾンセ専攻で、うんうん、まあ、今もやってることには、まあ、ゾンセで学んだことがこう一応生かされてるんじゃないかなという感じでやってて、でもゾンセが正直香川のこう五技法っていう5つ技法がある中で、あ、五技法、はいはいはい、はい、比較的ゾンセの知名度がこう低めなんで。あ、そうなんや。そうなんです。いや、なんか先にゾンセ出てきたん嬉しいですね。いや、俺も使ったんよ、なんせな、ちょっと忘れたんやけど、花瓶にな、それ使ったんよ、ちょっと、うんうん、だから覚えてたんやけどな。そうか、加賀の五技法か、金馬、うん、彫漆、あ、彫漆な、うん、ゾンセ、うん、五島塗り、うん、造刻塗り、造刻塗り出た、造刻塗りあの、これ加賀県の人はちょっとほんま覚えておいてほしいんやけど、加賀県の人、高松中央公園行ってみたら中央公園にはいろんな銅像がある、うん、野球選手とか、うん、菊池寛とかあるけど、なんか聞いたことないないう名前のおじさんの像があるはず、うんうん、なんて読むんかなみたいな。そうそう、玉梶造国、玉梶造国先生の像があると、ちょっと小さいおじいちゃんみたいな像があります。ちょこって座ってるおじいちゃんの像があります。造国は、あ、エレファントの像やな、あれエレファントの像かな、だったと思うんやけど、玉火事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 は玉に、あの、ちょっと漢字の説明するの難しいな。そう、なんだ、象国は多分エレファントの象で、国は谷だったか、エレファントの象よ、恥ずかしいな。そうです、エレファントの象です。玉火事象国って思うんやけど、はい、まあ、中央公園行った人、あのちょっとその玉火事象国像見てください。ちっちゃいおじいちゃんみたいな、玉火事象国で、この造刻塗りな、はい、香川漆芸の祖と言われている、そう、香川漆芸の祖な、うん、だから、うん、そういう意味で俺はギャラリー水面と玉梶造刻像はセットで参考してほしいなと思います、うん、
確かに近いですからね、うん、中央公園も、うん、そうなんよ。だけど玉梶造国の像と通称と写真撮ってミラも行ってほしいな、うん、で造国玉梶造国の像見てきましたよって、うん、ちょっとあの玉梶造国の説明するんで、そしたらミラも。おいいっすねいいねいいねなんかね、あの俺が高校生、俺高校3年の時に1年生にその後藤塗りの関係する後藤さんが入学してきたっていうのを聞いたことあったんやけどな。なんせもしですよ、漆芸に興味が出たら、香川はほんとすごいんで、漆芸がすごいです。そういう目で見たら、物を見る目とか長く使うこととか、いろんなことについておそらく、感動できることが日常増えると思うんで、もしよかったらそのちょっと興味持ってほしいなとは思う、うん、で、はっきり言って、まあ、その古いもんはちょっと若い人はあんまりグッとこんかもしれんけど、その水面行ったらやっぱそのカップとかアクセサリーとかな、うん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 、ほんでなんか、あ、その写真、うん、誰やったっけ、一緒にやってる人、水原ゆかちゃん、水原ゆかさんの写真も俺素敵やなと思って、うん、で、うん、そう、その私とゆかちゃんと、うん、だけじゃない、その、うん、水面は香川で活動してる若手の作家さんのものを取り扱ってるっていうか、うん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 、まあギャラリーとして展示とかもするし、その商品も取り扱ってるしっていう感じなので、そうや、ね、別に漆芸とか写真だけではなくっていう感じなんで、そうやね、いろいろ、うん、いろいろあります、いろいろね、あるよね。ほんで、あの俺まあ漆芸何が好きか好きってあるけど、俺作業処理時間が好きなの、あ、自分自身がもちろん俺制作することは好きなんやろうけど、うん、俺制作処理時間が大好きで、あ、だから今だ、俺漆塗りはさすがに今せんないけど、うん、今たまに絵描いたりするんよ。でその絵描きより時間が好きなんよ俺、音楽聴きながらその作業してる時間、うん、黙々と、うん、で漆を学校でな塗るって時に友達と横並んで塗るわけやけど、まあ話しながら塗ったり、うん、黙って塗ったりするんやけど、うん、なんかああいう時間ってな、今になったらな、すごいあれ良かったなと思う。で、そうそう、竹森さんはと、なんか作業しながら話したりする？します。あ、する。結構作業しながら人と喋りたいなとかなるんで、うん。なるよね。なります。なるよね。なんかね。だいたい音楽聴きながら作業するか、うん、まあ、ラジオかなんか聴きながら作業するか、うん、そうよね。でも時間帯的に人と喋れる時間だったら、うん、それこそその漆芸研究所時代の友達とかに連絡取って、お互い作業しながら電話をつないで、え、電話つないでこう電話をこうスピーカーにしながら、そうなん、作業したりとか結構します。でこうやりながら、うんうん、こうその今自分がやってることの話とかも、うん、まあ、お互いできるじゃないですか、うん、 今これやっててとか、こういうの作ろうと思っててみたいなのを、そうやね、喋りながら作業します。そうやね、わかるわ。それこそ学生時代と同じ気持ちで、わかるわ、隣の席の子と喋りながらやる感じがやっぱ一番好きだから、そうしちゃう。俺あの時間わかるわ、好きなんよな、めちゃくちゃ楽しいですよね、喋りながらだけどちゃんと作業をするよな、うん、なんかあれ大好きやな俺。ほんでこの前、ちょっと竹森さんのアカウントだったか水面のアカウントだったか忘れたんやけど、うんうんうん、金継ぎ教室やるんやろ、うん、あれいつやるんやったっけ、あれちょっとみんなチェックしとってほしいんや、ちょっと待ってよみんな金継ぎが分からんかもしれん、金継ぎから説明します。金継ぎから説明しないと、金継ぎというのは割れたものをつなぎ合わせる、そう、漆でということな、金属の金に継ぐ、うん、親の後を継ぐとかの、そうやな、継ぐという字で金継ぎっていう技法、うんうん、技術な、なんか割れた器、そうやな、とか欠けた器とか取っ手の取れたコップとかの、うん、そうやね、割れを漆でくっつけて、そうなんやね、最後に金で、うん、漆でくっつけたところに金粉をくっつけて、うん、金色に
なんか割れた部分が金色に装飾されて治るみたいな。そうやね、あれ素敵よね。金継ぎです、うん、あれみんなもし割れたものがあったら金継ぎぜひチャレンジしてほしいんやけど、ぜひぜひ。なんとその割れたもんはもうみんなダメやと思うけど、うん、ダメになったと思うけど、ところが金継ぎやると、なんとさっき言った作業するその素敵な時間と、うん、完成して金継ぎされたものは、うん、私のその作業というものと一体になって、うん、割れた形さえも素敵に見えるのかな、うん、不思議と。そうそう。でその金継ぎが、うん、金継ぎが施されてこう治った器っていうのは、うん、その金継ぎされた部分をこう景色と呼んで、景色って言うんや、景色と呼んでこうめでるっていう文化がこうかなり昔から あそうなんや。だから単純に壊れたものを直しましたじゃなくて、そうか、より付加価値がつく。そうやな、そうやな、つくよな、うん、ほんで、あ、これでも分かってくれたか。まあ素敵なんよ、なんせその作業時間も、うん、景色やったっけ、割れた模様さえも金の模様になって景色になるという金継ぎという素晴らしいものがあるんやけど、うん、なんとこれ一般の人が参加できる、あのあれやろ、教室、教室ワークショップをやっております。あれ待ってよ、場所どこでやっ、あれは金継ぎ教室は、今夜町にある、うん、今夜町コトマスっていう、コトマス、コトマス、今夜町のコトマス、コトマスっていうイベントスペース、はいはいはい、あ、イベントスペースがあるんや。ククっていうゲストハウスと、うん、まあ、コトマスっていうイベントスペースが併設というか、はい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 、1階がイベントスペースで、そういう私が やらせてもらってる金継ぎのワークショップだけじゃなくて、はいはいはい、まあ、定期的になんかトークイベントだったりとか、はいはいはい、まあ、他のワークショップだったりとかがあるイベントスペースがあって、はい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 、でその2階3階4階かな、うん、がゲストハウスになってて、うん、あ、そうなん、へえ、っていうのが、今夜町にあります。へえ、そこで週1回土曜日の夕方に、うん、土曜日の夕方に週1回、はいはいはい、はい、週末金継ぎクラブっていう名前で金継ぎ教室をやらせてもらってて、それ何回か行かねん完成せんよな。あ、そうなんですよ。結構最近はなんか金継ぎも、うんうん、漆で全部やるとかなり時間がかかっちゃうんで、うん、接着剤とかをこう併用したりとかして、なるほど、1日で終わる金継ぎのワークショップとかもあるんですけど、うん、私は一応その金継ぎクラブではもう、うん、漆だけど接着剤使わずに全部全工程漆でっていう、本気のやつやな、本気のやつをちょっと体験してもらおうと思って、なんで毎週土曜日の夕方にそこでこう集まってやってるんで、みんな割れた器をこう持参して、で1回でやれることって結構限られてるんで、漆って塗ったらもう触れない、で乾くのはもう明日みたいになっちゃうんで、そうやな、1日1回1工程ずつこうちょっとずつ進めていってっていう感じで、まあ直しながら、まあそんなにめちゃくちゃの大人数でやってるわけじゃないんで、せいぜい 4,5 人とかでやってるんで、あ、4,5 人くらいで、まあ、ちょっと喋りながら手を動かして、うん、いいねめっちゃええな。どれくらいの時間、あ、部活動っぽいな、部活動っぽい感じでやってます、うん、2時間一応、4時から6時、土曜日の夕方の4時から6時で時間は取ってて、作業時間としてはまあ人によるけど、うん、まあ、1時間1時間半ぐらいかな、うん、で最後片付けして30分ぐらいお茶飲んで解散みたいな感じで、うん、はいはいはい、部活動素敵やな。みんな行った方がいいっすよ本当何か一つのことに没頭できる時間ができるってことと、うん、ほんまにその漆の良さほんま分かるし、景色になるっていうのもええ話やな今思ったし、うん、で、あのインスタグラム、あ、もうどうやって申し込んだらええの、インスタグラム、そうです、インスタグラムかフェイスブックでコトマスのページとかから告知というか、イベントを売ってるんで、なるほど、そこからかな、そっかそっか、一応みなものメールアドレスか、うん、まあ、コトマスの電話とかに問い合わせというか、なんか金継ぎ教室やってるって聞いたんですけどって言ったら説明というかもできるし、一応見学もできるようになってます。見学もできるんや、はい、お茶代500円だけもらって、はいはいはい、まあ、見学してもらっていい、ね、っていう感じで、いいね。で、あ、とりあえずだからこの今中津ラジオの YouTube の
コメント欄というか説明欄にリンク貼っとくんで、まあ、もし興味ある人はね、はい、やってもらって、うん、いいな金継ぎ教室。それみんなに何て呼ばれてる？先生みたいな。先生。ええー、な先生って呼ばれるもんええな。金継ぎ漆の先生。おええー、な、うん。最高の気分でやります。なんすよ、あの俺採用時間ほんまに好きやな。蘇るどころか、そのな、そのものが関係が深くなって良くなるっていうのもええし、やっぱお気に入りの器とか割れた時めちゃくちゃショックでかいですもんね。ショックでかいな。うーわやってもうたってなるんが、うわこれ金継ぎできるわ、めっちゃ良くなっちゃうんちゃう。それを知っとる人はそう考えれるんよ、うん、だから今これ聞いた人は割れた時に悲惨な気持ちになるけど、うん、終わりじゃなくてもしかしたら新しい関係の始まりかもしれんので、うん、金継ぎはちょっと覚えててほしい、うん、ぜひ、うん、まあ、自分で直さんくても、うん、まあ、金継ぎできる人にお願いするっていう手もあるし、あるな、うん、なんせそのお気に入りの器割れて終わりじゃないよっていうのだけでも、うん、そうやね、覚えておいて。そうそうそう、だから置いとった方がええよ、うん、バラバラになったもん袋入れて、うん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 、絶対に。でもしかけらが足りんでも漆であれやろ、埋めればいいよ。ある程度全然かけら足りなくても作れるんで、うん、そうそう、かけら足りんでも置いとってくださいね、うん、で、あとその竹森さん のインスタグラムでその金継ぎ教室の記事見た時に文章読んだんやけど、うん、あ、これやっぱ書かないかもな思って見たんやけど、かぶれる可能性があるってことな、うん、漆って。そう、漆はね、漆って、うん、今ええとこばっかり今やったんやけど、うん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 、なかなか難しいとこもあってな、かぶれるんよな。かぶれる、私も今ちょっと今日はかぶれております。うん、工芸の漆芸科に入って、生徒35人、自分入れ35人おったんやけど、うん、まあ、かぶれることはもう最初に説明されて、はい、全員かぶれます。あ、全員かぶれました？全員。おー。で、どこがかぶれるかというと、腕の内側、皮膚の薄いところと、うん、あとまぶた。あ、まぶた。うん、なんでか言ったらもう結構漆芸家やから本格的に漆芸の時間が長いんでみんなかぶれてたら、うんうん、だけど別に病気とかじゃない。結構めちゃくちゃかぶれても、うん、あのひどくかきむしらなかったら全然後には残らないんです。そう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 、めちゃくちゃ綺麗。そうだから先生にも言われたんやけど、おそらくかぶれる可能性もあるけど、金継ぎしたら短い時間でもかぶれる可能性は確かにちょっとあるけど、うんうん、あるけど基本的に放置がええと思う、うん、あのかきむしったり、そうそう、薬塗るって方法もあるんだろうけど、うんうん、基本的に放置、うん、で、まあ、みんな治ってた俺の時はね。私も多少研究所行ってた時もかぶれたし、うん、今も梅雨時とかは時々かぶれるんですけど、梅雨時基本無比で耐えています。うんうん、そうやな、なんかそれが、まあ、痒さ的にも、うん、私の場合は蚊に刺されと同じぐらいのもんなんで、うんうんうん、ちょっと赤くなって、うん、痒くなって、うん、痒っみたいな、うんうんうん、保冷剤で冷やしとこうみたいな。あ、痒さだけな、うんうんうん、でもひどい人は、うん、やっぱ皮膚科とかに行って、うん、漆触ってかぶれたんですって言ったら、うん、まあ、薬も出してもらってっていう感じで。あ、そうか、あんまひどいとな。結構人によって同じように触っても程度が全然違うので、かぶれる人は結構かぶれたりもします。で、逆に全然かぶれないっていう人もいます。おる。で、面白いのがもともとの皮膚の強さとあんまりそれが比例してないんですよ。そうなんよな。それは本当にちょっと最初びっくりしました。なんかもともと結構肌弱めの人とかもいるじゃないですか。おるおるおる。こうすぐ荒れちゃうとか、化粧品とかで、うん、なんか物によっては敏感やからすぐ荒れちゃうから、うん、これしか使えないんですみたいなタイプの人でも、うん、漆には全然びくともせんっていう人もいるし、ね、なんか今まで別に全然皮膚頑丈やし何のアレルギーもないし、うん、安い化粧品使ってもなんともないですみたいな人でも、うん、めちゃくちゃかぶれる人もいるし、うんうんうん、 それが全く比例してないのがすごい面白い。面白いっていうの変かもしれないけど、不思議な、なんか、こう今までの経験則から言ったら、うん、大丈夫ちゃうかなと思ってたら大丈夫じゃなかったり、皮膚敏感やから心配って言ってても全然大丈夫みたいな、うん、そうやな、不思議やな。不思議です。まあ植物なんでね、体質というか、そうなんや、相性があるな、うん、
だけど、まあ、もし痒くなってもそれはみんな皆さんの病気とかなんか特別異常なことではないんで、うん、治るんで、漆かぶれは一応ちゃんと治るんで、ね、そこはちょっと安心してやってほしいなと、思います。一応あの金継ぎ教室でもちゃんと手袋準備してるんで。あ、手袋も準備してくれたんや。してます、してます。え、持ちもなん持っていくもいる、なんかそういう時に。いや、割れた器ぐらいですね。 あ、まあ、あとはもう、まあそんなに汚れるような作業ではないけど、あ、まあ、万が一こうピッてついてもショックを受けない程度の服装で来ることぐらい。作業服なんかみんないるかも、まあ、心配だったらまあエプロンとか持ってきたら安心かな。でも汚れても F かな。今のところ結構もう1年ぐらいやってるけど、うん、別に服についたとかはほぼないかな。ないんそんなに。こう漆をこう漆塗りをするときに比べたら金継ぎってもうかなりちょこちょこっとした、めっちゃちょっとしか漆使わないんで。そうかそうか。本当にこう机の上でこうちょちょちょって作業するぐらいの感じなんで。そうか、そんなにあれか。まあ不注意でこうそのまま漆がついた筆とかをこう持ったままこううろうろしたりなんかこう触ったりとかしたらもちろんつきますけど。まあそっかそっか。絵を描くときと同じぐらいの汚れ度合いかなっていう。可能性は低いね。確かに。感じです。なるほど。なんで、まあ、手にべったりつくこともないんで、うん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 、手袋をして作業するんで、まあ、そのまま顔を触ったりとかしなければかぶれることもないかなという感じです。でも体質によって本当に人によっては、うんうん、漆塗ってる部屋に入ったら、うんうん、そのなんか気化した漆で皮膚の出てるとこ顔とか半袖の服着てたら手とかに。かぶれたりする人も中にはいるんで。おるな。俺高校生の時はまぶたがかぶれるっていうのはもう明らかにそういうことよ。直に触ってはないけど、うん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 、気化したもんで皮膚の薄いところかな、かぶれる。首の出てるところとかが赤くなったりする人とかもやっぱいるにはいるんで、うんうん ね、それもでもね、その、うん、やってみるまで何とも言えんっていうのが、分からんのね、うん、その中にはそういう人もいる、うんうん、けど、うん、それがどうかは事前に確認できないっていうのがちょっと難しいところではありますね。だけど、まあそういう気難しいところも付き合いながら反省したらきっとなんか思い出にもなるし、うんうん、長く付き合える、うんうんうん、エピソードも一緒に得られるかなと思うな。最近は、あ、そうか、ギャラリーはもう金土日、今は金土日で一応空いてる状態、はい、前は水日休みで空けてたんですけど、うん、展示とかしたりとかで、まあコロナの影響でこう人の出も少なくなったのもあり、うんうんうん、今はとりあえず金土日だけ空けて、また夏ぐらいからかな、うん、なんか誰かの作家さんとかの展示をするってなったら、また展示の時は1週間通しで開けてますよみたいになる予定で、そっかそっか、はい、何も展示とかがない時は一旦今のところは金土日で開けようかなという感じでやっております。はいはいね、話もう漆ちょっと関係なくて、漆関係ない感じで、こう生活が日常にもし戻って何でもできるってなったら何かしたいことある？旅行に行きたい。あ、旅行。ちなみにどこ？どこかな、うん、どこやろ。でも行ったことないところに行きたいかな。海外かな。あ、海外は行きたいです。あ、海外行きたい。海外行きたい。台湾とか行きたい。ね、あ、いいね。俺も行きたい。やっぱ最近俺もやっぱいろいろ制限されとったから、うんうんうん、行きたい感じになっとるな、うん、台湾ええな。台湾行きたい。俺も台湾行きたいな。台湾に湿原ってあるんかな。あります。あるんや。あります。あります。あるん。あります。あ、そうなんや。もともと大陸から来た技術なんで、中国とか。あ、そうかそうか。金馬なんかミャンマーから来てるんで。あ、そうなん。むしろ本場というか、むしろ本場なんや、うん、台湾行きたいな。台湾行きたい。まあ、俺全然関係ないけどさ、俺はもうカラオケ行きたいわ。カラオケはカラオケボックスとかさ、うん、コロナの時なんか絶対行ける雰囲気じゃなかったし、一人カラオケだったら今でも。あ、一人やったらな。ちょっと一人寂しいな。何人かやっぱな。確かにカラオケもいい。行きたいな。行きたい。海外旅行も行きたいしな、うん、まあ、行けるんだったらいいかな。カラオケ好きなんやったっけ。
好きです。あ、好きなんや。好きです。じゃあちなみに今日みたいな感じやったら、今店には岡田、佐藤、段、竹森さんがおるんやけど、はい、ここがもしカラオケボックスだったら何1曲目入れますか？難しいな。1曲目の選曲が難しいな。あ、俺はもうじゃあさっき入れてもいいかな。うん、どうぞ。俺さっきピピピ、TOKIO、Love You Only。 おー、これもう1曲も俺決まったんやけど。じゃあ段君が次電目持っとるとして、何入れますか？何入れようかな。やっぱカラオケ苦手なんですよ。あ、音痴らしいんよね、段君って。いやでも私も別に、うん、決して別に上手いとかではないので、うん、いやでもなんかこう知らん人と行くカラオケ緊張する、うん、知らん人ではないけど、うん、初めて行く人とのカラオケは緊張する。緊張するわな。ほぼ同じメンバーでしかいつも行ってないんだ。カラオケに行かないし。あ、そうなんや。それこそ飲んでない時にカラオケはほぼ行かないんで、うん、いや俺もシラフはちょっと恥ずかしいかもですよね。うん、恥ずかしいかも。こう確かにお酒飲んで、うん、こう楽しくなってきたら、うん、あの楽しくなってくると、うん、基本的にどんどん声が大きくなるから、うん、なるね。なる。俺もなる。多分大きい声を出すのが楽しいになるから、うん、ってなってカラオケに行って、うん、なんか歌う。はいはいはい。むしろ歌って踊るみたいな、はいはいはい、踊るんや。結構行くな。結構いい、うん、結構好きやなそれは。ええやん。いやそんなあの、うん、ガチの踊りじゃなくて、うん、こうなんかこう、いやでもカラオケ慣れしてるそれは。いやこう揺れるというか、うん、立って歌うのが楽しいみたいな。あのお腹から声が出るから。いいね。ダンク何入れる？そうですね、うん、ほんまやったら竹森さんにさらっと回すデモコ回すところなんですが、うん、沢田研二を勝手に仕上がれ。おちょっと最初はね。はい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 。なるほど。で次デモコが回ってきたら、はい、何？でもなんかもうお二人の、うん、こうカラオケの、うん、こう知ってる曲層が全然分からない。知らんでも俺ら知らんでもいい。全然でも大体いつも楽しくなって入れるのは、うん、あれカモメが飛んだ日とか入れる。誰の歌？誰やっけ、あの演歌的なやつ。ああそう、古い曲、うん、聞いてみたいな。踊れるから。踊れるんや。何がカモメが飛んだ日。あ、ちょっとこれ調べとくわ。あの YouTube で聞いとくわ。いやでも結構年代によるが、うん、若い人に言っても伝わらへんから。あ、だいぶ上の人が。そうでも演歌っぽい曲って、うん、こう拳も聞くしお腹から声出すし、うん、あの技術とかじゃないから楽しい。はいはいはい。割と最近の曲って結構音程難しい曲が多いから、はいはいはい、ああなるほどなるほど。なんか上手に歌えんところがあって、はいはい、昔の曲の方が声量でごまかすみたいな、はいはい、こうお腹から声出して楽しいみたいな感じになるから、なんか気持ちいい、歌ってて気持ちいい。はいはい。いや今思ったけどやっぱりこう水が好き、水面からカモメが飛んだ日まで。確かに、なんかあるな。繋がってる。なんかあるよ、好きな感じが。たまたまですけど、これは。いや、なんかあるんかもよけど、なんかな。でも基本的にはやっぱ海が好きですね。海な、好きだな。高松も海があるからいいなって思って。ええよね。俺も海岸散歩、ほんまによく行く、毎日ぐらい行くけど。ええよね、海が近くにある。まあちょっと、今日はありがとう、また。あ、またね、なんかせっかく俺も失芸の話できる人なんてほとんどおらんので、うん、ゼロ、ほぼゼロだ。竹森さんがもう唯一ぐらいなんで。漆やってる人少ないですもんね。少ない、うん、だけどあのほんまにな、作業する時間楽しいしな、ほんまにええもんなんで、ちょっと関心ある人ちょっと手出してほしいなと思って。でその手を出すには竹森さんが土曜日にやってる、うん、金継ぎ教室みたいな、ほんまにええなと思うんで、うん、ちょっと割れた、もしくはもう参加したかったらわざと割るっていう方法も。それもありです。ありよな、それもありです。なんか、うん、安い器とかでも、うん、安いというか、うんうん、なんかもうあんまり使ってないなみたいな器とかでも、うん、こうそれをね、生き返らすというか、うん、あの着なくなった服を、うん、こう縫い直して、あ、そうやな、また着れるようにするみたいな感覚で、器をまたちょっと変化を与えるっていうのも全然ありかなとは思います。うんうん、そうだよね。いいね。まあまた、中虎ラジオにも出てください。
ありがとうございます、はい、じゃあまた今日はありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。またさようなら。中空岡田に相談質問などおはがきや SNS のメッセージからコメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店をお待ちしております。なくしたもんだけ光り出す痛い暗い半端な空を君と見てた半端な空を忘れ